なたの町には今雪が降っているかしら。私は秋田生まれなので、クリスマスっていうと真っ白な雪景色が目に浮かびます。まるでクリスマスカードの絵のような一面の銀世界。ストーブの火がパチパチと音を立てています。銀紙の星や綿の雪で飾ったクリスマスツリーはサンタクロースの目印。今年はどんなプレゼントを持ってきてくれるかしらって胸をワクワクさせながら、いつかすやすやと寝息を立ててしまった小さな私。でも今だったら私はサンタクロースにこう呼びます。お願い、今年のプレゼントは素敵な恋人にして。ハサブじゃなくても少しぐらい暴れん坊でもいいの。男らしくって優しくって心の底から純子のことを思っていてくれる人なら誰にも内緒よ。今年こそ私のちっちゃな祈りが叶えられそうな気がするんだけど、やっぱり無理かな。それよりはあなたにも一緒に歌ってもらえる素敵な歌をたくさんちょうだいってお祈りする方が純子らしいのかもね。ああ、サンタクロースを待ちくたびれて私眠くなっちゃった。そろそろ靴下を下げてベッドに入ろうかな。ひょっとしたら神様が夢の中で素敵な恋人に会わせてくれるかもしれませんから、あなたにとっていいクリスマスになりますように。風邪などひかないでよね。それじゃあまたお会いしましょう。メリークリスマス、そしてハッピーニューイヤー。バイバイ。